ここはゼウス刑務所。極悪非道な囚人たちが収容されている。そこにプチプチ、神道寺、葵が連れてこられてしまった。彼らは監視の雛子によって30日後に処刑されることを告げられた。そこで彼らは脱獄の計画を進めることにした。脱獄のルール。ブロックを破壊するにはそれぞれ適正ツールが必要だ。刑務所内に隠されたアイテムを監視にバレずに探し出さなければならない。果たして3人は無事に脱獄することができるのか。脱獄ゲーム。6日目。うわー、おはよう。みんなおはよう。おはよう、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 おはよう。おはよう。おじちゃん。おはよう。おはよう。ほら、みんな起きろ、起きろ、起きろ、うるさいな、起きてるよ。おはよう、神道寺さん。あれ、どうしたの、プッチ、なんか丁寧。あー、いた、びっくりした。さあ、ずっといてよ、ここに。え、気づかなかったの。こわっ。じゃ戻るね、ちょっとバレたら怖いから。バカか、お前、監修見つかった、やばいって。よし、とりあえずさ、苗木ゲットしたんでしょ。苗木。そうだよ、苗木をゲットしたぞ。踏んで育つといいね。そうだね。まあ、やってみよう、一旦。貸し来てる、貸し来てる、貸し来てる、来てる。おはよう。おはようございます。おはようございます。青いの。はい。メンタルは大丈夫か。え、じゃあ休みます。昨日、あんなドッキリ仕掛けられて元気そうでよかった、安心した。回復したってことだな。オッケー、よかった、回復して。オッケー、オッケー。何にも聞かねえじゃん。では、朝礼を始めます。無視じゃん。皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はみんなが来てから6日目、処刑までの残り日数は24日です。もうそんな経った。葵のだけ今日死ぬよ。なんでですか。またドッキリするの。死んだ方がマシかもしれん。なんなの。ほら出ておいで。まだ24日もあるんだよ、葵ちゃん。生きないと。あ、しんどじゃ葵の出せ。あ、はい。あ、なんか変わった。おい、前の出ろ。おはようございます。いったいったいった。ボールが入ってます。水入ってます。違う、水入った。違う、ボールが入りました今。あー、もう今日処刑かな。痛い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 。見た、今目の前でやったじゃん今。え、何が。殴られました。よかったじゃん。親にしか殴られたことないのに。親に殴られてたんだ。痛い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 。もうみんな殴るじゃん。痛いって。あーあーあー、いいんですか、そんなことしたら。またみんなコメント欄で怒られちゃいますよ。え、全然何も怖くない。痛い痛い痛い。やめてやめて。ごめんなさい。そんな視聴者をだけにする弱虫なんて殺す。痛い。こうやってやるからだよ、視聴者を盾にして。かわいそう、視聴者のみんな。よくない、視聴者は使うものだって思ってるからこそ出てくる反応だ、それは。いや、違う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 よ。40万人の盾は70万人の攻撃には耐えられねえんだよ。お前も使う側の発想だ。最悪じゃん。最悪しかいないよ。ほら、行くよ。あ、まあいいよ、行くよ。あれ、まあ、すごい。おー、今日はちょっと早く迎えに来すぎたからまだ夜が明けてないみたいだね。あー、なるほどね、そういうことか。すごい。うわーって聞こえるの。誰だ、ペットの餌。猫の餌で出てるんだよ。猫の餌だ。自動のやつ出てるんだって。もう聞いて、朝なんよ、もうペットの餌の出る時間ないよ。もう朝8時手動であげえ。愛がないな、自動が自動だなんて。お前ふざけんな、ここにいるやつ全員自動だろ。どの口が。さあ行くぞ、はい、よーし。ウマローマだ、ウマローマだ。あね、え、監修。大丈夫大丈夫、お前の言いたいことは分かってる。え、大丈夫大丈夫。さあとりあえず開けろ。出て入ったか。入りました。
まあまあ青いのちょっと待ってろ。その前にだ、まずは夜が明ける。今から夜明けぜよ。よーし、日の出だ。あ、月消えた、地球の滅亡だ。で、まあ青いの、はい、お前の言いたいこと私はよくわかってるぞ。何してんの、誰？うるさい、お前うるさいんだよ。さあ、青いの、はい、ここに用意してある。いいんですか、ガチャして。いいですよ、馬ガチャしましょうよ。え、これ名前もいいんですか？名前もいいですよ。やったー、いいの。ちなみに何色狙いですか？ピンク。ピンクで出るといいね。行くぞ。行け。ほい、 SS レア。お？あれ？見覚えが。あれ？薄くなったちょっと。まるまるたくさんが薄くなった。薄くなってる。まあいいか。まあでももしかしたら早いかもしれないよ。まあじゃあお前あそこで名前を書いてきてくれ。はい、その間に手なずけといてやる。わかりました。何にしようかな。もう手なずいた、こいついい子だぞ。お、一発で手なずいた。優秀な馬かもしれん。いい名前だ。オッケー、では命名式を始めよう。はい。さあ、こいつの名前はなんだ。いけー、モゲラッパ5世。あれ、昨日のってなんだっけ。パゲラッタ。パゲラッタか。なんでモゲラッパ？ラッパもぎそうだったからです。ちょ、何言ってるか本当にわからない。早そう、早そう。早そうじゃない？早そう。競争してみようよ。え、マジ？ちょっとそれは聞き捨てならんな。振動獣馬が一番早いんだよね。それ勝負してみてよ。うん、いいだろう。え、じゃあ4人で競争しよう。4人？よーいだー。待って待って待って、まだ来てないって。え、監修徒歩ですよ。いや、私も参戦する。名前はまだないが。え、なんか商品欲しいな。確かに。じゃあ1位だった人にアマゾンギフト券3円は売ってないだろお前。1位だった人に、じゃあ分かった、ケーキをプレゼントしよう。やったやったー、イエーイ。よっしゃ、よし、じゃあやるか。出すぎ監修。え、何の話。はい、お前スタート位置がどんどん。じゃあ3周してあそこね、あそこが分かりやすいから、あそこにたどり着いたのが早い人ね。はーい、オッケー、行くぜ。よし、行きます。位置についてよーい、ドン。よし、行くぜ。行けー、行け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 、俺早いぞ。待てー、行け行け、丸々たくさん行け。おいおい、痛い痛い痛い、バカバカバカ、おいおい、ダダクだー。そ、やばい、バカ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 、よし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 、痛い、死ぬ。え、これ3周まるまるたくさん、やったー、頑張れに、あれ、もう3周した、覚えてない。してない3周してないよ、まだ。あ、もう1周いける。くそやったー、3周これやろう。あれ、青いのめっちゃ遅くね。遅っ、もう馬やめたいです。殺しましょう。殺さない。え、マジで直線上でさ、そのさ、ホール竹中さんと一旦直線でやってみてよ。あ、いいよいいよ。あ、そうだね。じゃあ私がいるとこまでね、位置について、あ、進路自由ゆえ、よし、行くぞ。位置について、よーい、ドン。お疲れ。もうそのなんかなんとか参戦にするから遅いんだよ。そうだよ。あー、なんかやってますよ。やめなさい。もげー、もげーろ。あ、そいつが死ぬ時はお前が死ぬ時だぞ。いや、大事にしろ。はい、ここはね、競馬場なので今後もこういったレースがたくさん行われると思いますが、まあ条件はみんな一緒です。ペアです。フェアじゃないです。公平です。フェアですね。ガチャ運がなかっただけだもんな、おい。なので今後もいろんなことをレースで決めましょう。賛成の人ー。はーい。反対の人ー。今飛んでた、おいちゃん。はい。反対？はい。まあ多数決で賛成ということになりましたので、今後もレースで決めます。ではたくさん遊んでください。はーい、残念だったね、葵ちゃん。でも葵ちゃん、あれでは走ってる時に他の人の馬叩けば止まるよ、その馬。確かに追いつけないんだよ、叩くほどの距離に。おいおい、俺の馬と今叩いて殺したらお前処刑されるよ。いや、この馬って言われてないから。
あサバイバルだ。サバイバル、もし阻止したければ葵を殺すんだ。二人がかりでよし、こうぜ。いいっすか、いいっすか、こうぜ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 、早くしましょう。まあ仲良くしてね、みんな。じゃあね、仲良くします。はい、仲良くします。楽しそうで何よりだ。あ、ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな、このこのこの、あ、ふざけんな、サバイバルだな、楽しいな、こいつら。よし、仕事に行こう。ほら、しゅうさん、なぎなぎなぎ。え、待って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 、誰が持ってんの、誰が持ってんの。俺、ほら、これ渡すよ、これ、はい、これ、ほら、ほら、はい、はい、はい、これ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 、はい、ナイスナイスナイス。あおいちゃん、あおいちゃん、あおいちゃん、上、あおいちゃん上よ。なんでお前取ったんだよ。なんでお前取った、お前。あおいちゃんやっぱ渡すわ。あ、いるいるいる、天文台の方に行った。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。じゃあさ、あおいちゃんもコップ持ってるでしょ。それで反らしてみて。オッケー。大丈夫かな。行ってくるわ。光源なくても行けるんかな。ほい。よいしょ。じゃあ上でよ。うん。上で。ほい。そしてコップを使います。おお。ナイス。植えられた。ナイス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 。よし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 。俺青いのいる？おーい。はい。おーい。はいはい。俺青いのいた？え、青いのいますよ。いますよ。どこにいる？今モゲラッパーと遊んでました、さっきまで。モゲラッパー？え、どこにいた今？どこにいるの青いちゃん？ここだよ。どこにいるの？あー、そこか。青ちゃんいた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 。まあいいや、いるならよかった。はい、いますよ。なんだなんだ、落ち込んじゃってもう自暴自棄になっちゃったのかと思って、よかった。まあいいや、じゃあ遊んでてね。はーい。あぶね、ちょっとさっさとさっさと木掘っちゃおう。お前ごまかせよ、ちゃんとよ。クソかよ。ごめんごめん。なんでモゲラッパと遊んでるってお前。いや、そっか、天文台の方に行ったらパルテノの方に続いてるのか。そういうことね。そうだ、それもちょっとみんなに共有したいことがあったんだけどさ、ほら昨日監視さ、あの落ちたじゃん、あそこから階段のところからさ。そん時さ、あの周り見たんだけどさ、あのさ、パルテノンのさ、ほら、ね、ほら滝あるじゃん、あそこの下か川みたいのあったんだよ。川、そこからさ、あの上に続いてたんだよね。ああ、はいはい、あのあそこの川か。そう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 、滝滝滝、あの見える滝。そうそう、滝滝のところ。まあでもその川のところに今行けないと登れはしないんだけど、でもあそこの川さえ行ければ一応あのパルテノンの方の上には上がれる。パルテノンにさ、うん、あれあれ苔のほら丸石とか あったの見た？いや見た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 。うん、あそこパルテノン入れそうやな、あそこ外側にあったもん。そうそうそう、だからあの滝とか使えばさ、あっちまで行けるんじゃないと思って。確かに。あ、見てるよ、監視見てるよ、見てる監視見てる監視見てるよ。どう葵ちゃん、取れた？取れた。ナイスです。おーい。はい。おい。おいのいる？いますよ。今いるいる。あ、いたいた。なんでずっとそこにいるのお前。いじけてるから今こう説得してたんですよ、遊ぼうって馬で。嫌なの？なんか遅いから。だって遅いもん。遅いからやって。あー、遅いからやって。でもガチャして引いたの自分だから自分のせいじゃんね。そうっすよ。まったくもう。え、でさ、お前らさ、はい、あれ以降さ、噴水から水出たりとかしてた？してないです。いや、してないです。今日一応なんかいつも出てる言うから今日見てたんですけど出てないですね。あ、本当に？分かった。でも壊れてるんじゃないですかね。壊れてるね、それ絶対。まあいいや、じゃあ遊んでてください。はーい。はーい。めっちゃ見るやん。あぶねー。あ、え、松明作れんの？え、松明作れる。青さ、石炭さ、盗んできてるんだよ。え、あーい、言ってたじゃん、ほら。あ、言ってたわ、あそこで石炭取ったって言ってただ。言ってただ。言ってただ。じゃあ作れるだ。え、作ってもいい？作ろうって、じゃあ普通に木育つじゃん。え、一旦でもコップン使ってもうちょっと木欲しいよね。欲しい。でもコップンもなくなっちゃった。あ、なくなっちゃったんか。ピッケル、ピッケル欲しい、ピッケル。とりあえずピッケル作ろう、作業台作ってピッケル作ろう。あとさ、ブチさ、あのパルテノンのさ、裏の方も見た？裏。見てないよ、何？裏にひび割れた石レンガがあったよ。え、じゃあ鉄ピがあればいけるってこと？そう、そこは鉄ピがないとダメだけど、あの裏側ね、回った時に、その時見たよ。でもあんなでっかいんだからさ、なんかありそうだよな。なんかスカスカな感じがあったからな。ね、怪しいよな。とりあえずピッケルどれ、何本作る？何本作れんの？何本作る？2本とか作れない？いっぱい作れるよ。どうする？え、人数分いける？ワンちゃん。え、じゃあまずあれ作っていい？作業台作っていい？オッケー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 。作業台作るよ、じゃあ。あ、怖え、監視なんか
私見られそう。急げ急げ、葵ちゃん急いだ方がいい。急いだ方がいい。そうそう、ここに置いといて。先ほど置いとけ置いとけ。よし、じゃあ木の通道橋作ります。うん、1本できた。うん、みんなの分作るの？え、作れる？そんなに余ってる？うん、作れる。あ、じゃあ人数分あってもいいんじゃない？うん、あってもいいんじゃない？作ろう作ろう。オッケー、よし、作りました。ナイスナイス。え、作業台はどうする？取って持っとこうぜ、一緒。念のため。じゃあ持っとこうか。うん、持っとこう。絶対その方がいいよ。オッケー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 。え、じゃあこれで木の問題は解決じゃないですか、じゃあ。そうだね。一旦この辺でちょっと受け渡ししよう。作業台は誰が持っとく？作業台も一旦とりあえず葵ちゃん持っときな。この辺でピッキリ受け渡しとこう。え、てことはさ、刑務作業の、ほら、昨日俺蜂蜜いたんだけどさ、蜂蜜がさ、葵ちゃんさ、二箇所石で埋まってた。ほら、片目は葵ちゃんさ、多分羊毛掘ってさ、ほら、丸石が出たじゃん。塞がってたじゃん。蜂蜜の下、水路。やばい。え、何？反省いる。どこ？はぁ。え、大丈夫かな？いや、バレてない、バレてない。さっきいなかった。俺見てたけど、こっち。誰も気づかないかな。ちょっと待って、俺ちょっと様子見てくるわ。あ、シロさん、ストップ。肉タイム。ストップ。何行くんだって。おい、ざけんな。お前、最低よ、お前。様子見てくるからって、お前。よっしゃ、よっしゃ。ちょっと待って、俺様子見に行ってくるわ。シロさん、ストップ。肉タイム。くそー、行くんじゃねえよ、おい。やったくちゃ楽しい。やったぞ。くそ、くそ。あ、肉痛い。やったやったやった。くそくそくそ、これ翻弄されてんじゃねえよ、お前ら。楽しいな、この遊び。よーし、お前ら。はい、はい、楽しかったか、自由時間は。はい、肉取りゲームが面白かったね。肉取りゲーム楽しかった？面白かったです。はい。世界一面白かった。よかったよかった、そんな褒めてくれて嬉しいな、もう。イエーイ。いやもう、もう一回やってほしいっすね。めちゃめちゃ面白かったっす。会社、こっち見てください、これ。なになになに。あ、そう。おもげラッパ追い出されてるって子やから、しまえ、ちゃんと。え、言うこと聞かないから。もげラッパに罪はない、ほら。なかったことにされてますよ。ちゃんと世話しなさい。もうお母さんが世話すればいいじゃん。私はあなたのお母さんじゃないわ。いいから出てきなさい、君ら、早く。まったく、もう。さあ、では刑務作業に行きましょうか。はい。あ、もう仕事か。そうです、仕事の時間です。今日はとっても楽しいお仕事です。お、なんだろう。何すんだろう。みんなが大好きなお仕事です。水泳。あ、水泳。水泳が好きなんだ。いいね。なんか雲の上のプールとかあるのかな。え、それはちょっと気になるな。いや、なんかやだ、こっち。なんで？嫌な思い出しかない。なんで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 。あ、そういうことだ。痛くない。あの、でっかいのね、あそこのね。今日あれですか、処刑場の掃除っすか。処刑場の掃除。そうそうそう、今日処刑場の掃除だから、ほら、こっち。行きたくない。っていうのはさておき、さあ今日はここです。ゼウス天文台。あー、天文台から。そう、今回はちゃんとお手本見たので、いいやつ作ってくださいね。期待してますよ。はいはい。うんちうんちじゃないです、ちゃんとしてね。できなかったらパゲラッパと同じ目に遭います。いやいやいや、それは絶対やだ。場所決めだるいな。前回と同じとこにとりあえず立ってください。はい。前回はここだった気がする。ヘラクレスだった気がするな。君はヘラクレスか。はい。そしたら、あ、じゃあ、はい、シンドジウラノス。ウラノスか。はい。おい、プチプチはクロノス。あ、じゃあもうそっちでいいや。はい、やった、ヘラクレスの。まだで、お前はクロノスだ、分かったか。はい。じゃあお手本通りに、もうお手本消しちゃったからあれなんだけど、覚えてるよね、さすがに。はいはい、覚えてます。あんな感じでちゃんと作ってください、コンセプトも込みで。はい、分かりました。分かった。はいはいはい、じゃあお願いします。了解でーす。ちなみに良かった人のはちゃんと飾られていくからね、教会に。ちゃんとやるんだよ。はい、頑張ります。わかりました。頑張ってください。あ、また、あ、また俺が壁、バカだ俺は。何をやってるの。本当だよ。絶対プッチ
しさで自分の手持ちのやつやってたでしょ。何の話、何の話じゃねえよ。この下探索したくない？あ、探索したい。天文台の下の水路、でもさ先ちょっと作っとかないとさすがにさ怒られるくない？あんだけ俺たちサンプル作らせたのにさ。確かに何も作ってなかったらやばいから。てか待って、丸石とかなかったっけ？あれあったあった、あったよね、丸石パラダイス下だよね。丸石取って石のつるはしが多分できる。え、じゃあもう今日大進歩じゃん。いけるいけるいける。だから一旦作ろっか。ちょっとこれ。みんな何作るの？隠らしてよ。いや秘密。流れ星。死ねえよ。死ねえよって言った今。最悪だよ。だって言ったの。絶対言ったよね。ゆうこのみんなはこの動画は見ないようにしよう。流行りのものとか作ったら監視喜ばないかな。流行りとか知ってんの？逆に。なめんな。じゃあ今流行ってるやつ何？え？今流行ってるやつ？すぐ出てこねえじゃん。今何が流行ってんだろう。まあでも俺の中で流行ってるやつを今作ってる。それはマイブームっていうの。マジかお前。流行りじゃねえ。でもとにかくあの木のつるはしゲットしたのでかいって。自由広場の時に話してたけどさ、蜂蜜のさ刑務作業の下とかさ、多分他の刑務作業でもさあのこけた石で塞がってる水路あったじゃん。あった、いっぱい。そういうところもさ行けるんじゃない？奥にもなんかあるかもしれない。それを見つけよう。一旦ちょっと天文台のこの丸石をいただきたいね。あ、俺完成。え、よし、早くね。めっちゃいい。ちゃんと白使ったけどこれで個数は合ってるはずだ。ちゃんと合わせないと。あ、俺用白用も3。よし、覚えとこ。33だな。今覚えちゃって。お前大丈夫か？お前それ。いや大丈夫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 。とりあえずプーチ、俺が終わったらさ、うん、一旦下見に行ってみるか。オッケーオッケー。そうだ、あれ、あ、葵ちゃんの方は俺確か何もなかったんだっけ。確か確か。よーし、お前ら終わった？いや、ちょっと全然まだ終わんないっすね。全然？いや、あの、やっぱほら、監修がこの前めっちゃ頑張って作ってくれたじゃないですか。うん。だから、うちらもそれに応えようかなと思って今、めっちゃ頑張って作ってます。しんしんしん、こっち見て。はい。お前、変な顔だな。わー、なんだよ。なんだよ。なんだよ、大根だ。なんだよ、大根食べたいな。わかったわかったわかった。お前、私に向かってそういう口聞くんだったら、新道寺がどうなっても知らないから。なんで俺。なんだよ。やめろ、お前。まだ時間かかるのね。そうです。はい。気合入れてるんで。ちょっと期待してるから、その分頑張ってね。はい。はい。さあ、危ねえ、見張りに来てた。危ねえ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 。いやでも今タイミング的にめちゃくちゃいいかも。今監視がちょうどまた外回り行ったから。確かに。オッケー、これで多分数ぴったり。64で64。オッケー、大丈夫、みんなぴったり。オッケー、プーチできたできた。終わった。行こう。よし、下行こう行こう行こう。行ってみるか。あの、そこフェンスあんだから、フェンス壊さないと。これここ掘って、下降りよし。丸石取ろう、丸石。よし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 。え、もう切ってる。え、待って。あー、もう終わった。終わった。よし、葵ちゃん、これしよう。え、どこだっけ、こっち？あ、どこだ？よしよし。こっちが塞がってんのか。で、こっち側？あ、ついたついた。あ、いたいたいた。あったぞ。これ掘るよ。オッケーオッケー、掘っていいよ。行くぞ。オッケー、丸石ゲット。え、待って。何？シルバービッシュ、シルバービッシュ。あ、待って、やばいやばいやばい。シルバービッシュ、シルバービッシュ。やばいやばいやばい。待って待って待って。やばいやばいやばい。バカ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 。落ちないでよ、落ちないでよ。待って、どうする、どうする。これ待って待って、やばくね、やばくね。水だから大丈夫。遅い、こいつは。オッケーオッケー、こいつは倒しちゃう、倒しちゃう。え、待って、倒せ倒せ。待って、一個もないの？全部シルバーフィッシュだった。お前ピッキル使うな。お前ピッキル使うな。耐久が減るだろ。めっちゃ減った、めっちゃ減った。やばい。いや、バカじゃん。もうさか、葵ちゃんはこっち来れないのか。よしよしよし。あと2匹、あと2匹、あと1匹。よし、オッケー。ナイスナイスナイス。よしよし。え、ちょ、こっちにもあるから。あ、じゃあまだ望みあるな。うん、丸石こっちもある。行こう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 。一応念のため離れて掘ろう。青いけないんだ。青いちゃん、ちょっと見張っとき見張っとき見張っとき。上で一旦見張っといて。見張っとき見張っとき。よし、こっちこっち掘るよ。うち掘って行くよ。あ、待って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 。いや、待って、バカバカバカ。待って、やばい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 。めっちゃお前な、やばい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 。待って待って、奥全部や、全部。あ、待って、一番奥こけた丸石がある。あ、それはじゃあ普通に掘れるんじゃない？一旦さ、ちょっとこいつら消滅するまで逃げたくない？ちょ倒せるかな。消滅って、お前めっちゃエリア離れないと消えないぞこいつ。そうなんや。ちょっと待って、時間かかる。待って、やばい、ミスター、やばいやばいやばい。耐久やばい、ミスター。え、なんでピッキルでやって。さっき言ったやろ、お前ピッキル叩くなって。え、じゃあ結局ここにある丸石全部シルバーフィッシュだったってこと？マジ？もうないもんね、だって。
そうだろう。1個もないの？1個もない。1個も全部こいつら。でもその奥にあるかもしれん。それ壊せるもんね。そうだね、その奥にある可能性ある。いけ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 。よし、あと1匹、あと1匹。オッケー。よしよし、壊せ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 。で、ここがこけた。あ、よし、オッケー、掘るよ。どうだ？お？ここ何？え？どこ？待って、やばい、死ぬ。いき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 、上上がる、上上がる。え、どこ？あ、外だ。あ、え、どこ？あ、これあれだよ。そしたらそこ星座のところだよ。星座のところ、星座の前の水路みたいなところに出てる。あー、待って、ってことはさ、待って、ってことはこれさ、この川のこのさ、滝みたいになってるとこさ、この上パルテノンじゃない？え、シュウさん、こっちも行けるよ。こっち、なんか続いてる奥、一旦この上行ってみるか。え、ちょっと登ってみる？登ってみる？待って待って待って、監修近くにいる気がする。ねえ、戻ってきた方がいいよ。戻ってきて青が時間稼ぐ。青が頼む、やばいやばい、頼む、急げ。閉じる、じゃあもうね、天文台の、よーし、お前ら待って、やべやべ、監修終わったか。やばいですよ。え、あの、QOL が、QOL って何？はい、QOL ってなんだ？どういうこと？クオリティが、あ、クオリティが、クオリティ何？ L は何？ L クオリまでじゃない、多分。え、ってことできたってこと？はい、 OK、 じゃあ見せてよ。やばいです、マジで。やばいの？いや、もうびっくりしますね。え、見せて。みんな呼ばなくて。え、見たい見たい見たい、俺も見たい見たい見たい。 OK、 はい、じゃあ出ておいで。みんな終わった？終わりました終わりました。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ青いのから見ていこうか。はい、QOL が。はい、じゃーん。えー、かわいい。おー、どうですか？すごい、かわいい。もう絶対これ説明しなくてもわかると思うんですよ。パクられた。監修のとちょっと、あの、違くしました。ここがない。はい、すげえ。ほぼだ、ほぼパクったけど、でもすごい。はい、え、待って、ウサギ、ヒヨコ、カエル、ニワトリ、ゴジラ、クマ、パンダです。あ、パンダか。ゴジラじゃないでしょ。パンダか、そういうことか。どうですか？ちょっと暫定1位ですね。イエーイ。え、待って、これクマ、これカエルじゃないの？これカエルだったらどう考えても目の位置おかしいだろ、それでも。あ、うん、確かに。そっか、まあ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 、はい。ただし俺のやつもあれ QRC ですよ、QRC。 QRC 当てる、待って、当てる、悔しい。 QRC ね。クオリティー RC、 わかんないや。まあまあ、見てください、俺の QRC を。あと、じゃあ見るわ。でもまあ、青いのが一番な気がするけど、まあ、見なくても。俺も負けてないけどね。俺の QRC を見てください。 QRC 見ます。はい、 QRC？ なんだ？あ、QR コードってこと？正解、 QR コードです。じゃあ次行こっか。あ、なんだよね。説明は。え、これ説明いる？説明いるの？え、いるよ、いるいる。え、じゃあ説明して。これ矢印 QR コード、これはオセロ版 QR コード、これはターゲット QR コード、ターゲットスーパーターゲット QR コード、スナイパーライフル QR コード。オッケー、よし、次行こっか。行きましょう、行きましょう、行きましょう。ガッサー！お前だってこれ違うじゃん。あのさ、聞いてた私の話。あのね、青いところは、あの、模様にするために存在するわけじゃないの。白を背景にしてるじゃん、これだったら全部。え？くっち、話聞いてほら、見て、これどう考えても白が背景でしょ。違う違う違う、これ、あ、違う、これは本当に白背景じゃない、これ白が、これは白があれなのね。そう、じゃあこっちは、それはこっちは青が模様です。こっちは全部白が模様です。こっちは青が模様はおかしいでしょ。話聞いてましたか？あー、もうダメだ。私がわざわざ作った意味がなさすぎる。もうダメです。君はもう暫定3位です。やった、3位だ。3人しかいないし、まだ2位の発表できてないけど、君は多分ビリなのが今確定しました。え、でも、え、でも、え、嘘、でも今4人いるよ。監修も入ってるんじゃないですか？
処刑しましょう。すいません、すいません、全然全然変だよ。そうだよね。はい、3位です。ちなみに僕は MB です。 MB MB モブ、はい、モブ、もうモブではないですね。え、じゃあ何、もう見せて早く。どうぞ、こちらです。これ MB です。あー、何これ、最近のこの流行りね。あ、わかった、うちわだ。うちわじゃない、違うわ、違います。あ、うちわ、わかった、わかった、欲しいぞ、わかった、わかったぞ、あれだ、桜、はい、紅葉、はい、あ、これも紅葉だね。あ、この辺全部モミジとかイチョウとか。え、これは、これ木の幹だろ、この黒いのが。で、これが葉っぱだろ。あー、はいはいはい。で、これはなんだ、これはじゃあ、まあ、とりあえずお前は木を作ったわけだな。違います、違います。しおさん、これあれでしょ、寿司でしょ、寿司。え、寿司じゃねえだろ、どう見ても。どんな寿司なんだよ、これ。いや、じゃあ何、あれですよ、モンボですよ、モンボ。モンボ、モンボって何？モンスターボール、モンスターボール。あ、モンボね、そう、モンスターボールです。MB、モンスターボールです。あー、わからない。え、なんで？感謝、あれ青じゃないですか、これ同じですよ。違う、一旦待って、一旦待ってって。はい。違うんだよ、青いのしか理解してない。なんで全面色変えちゃうの？夜空に描くって話じゃん。あー、そっか。あー、あーじゃないでしょ。お前らなんで話聞かねえんだよ。あ、じゃあちっちゃくすればよかったのか。もうちょっとワンサイズね。だからやりたいんだったらこうなるのよ。あー、サイズ感がね。あー、あ、そこに QR コード書けばよかったってことか。そう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 、書けよ、このスペースに QR コード。ほら、はい、あーね、こういうこと。あ、じゃあこれです。分かった。あ、じゃあこれです、これです。じゃ、これじゃないです、違います、ダメです。はぁ、あ、ちょっとしんどじもめんどくさい、これ一回掘れ、はい、戻せこれ、はい、はい、戻した、はい。じゃ、みんな手持ちはもう何も持ってない？ないです、ないです。はい、さよなら。あー、もん、もんぼ。はぁ、あ、何のために私はこの前すごい長い時間をかけて作ったと思ってるんですか？なんで黙るの？お前らだよ。あ、俺らか。お前らに決まってんだろ。俺らか。あ、なんかちょっとスケールでかすぎたね、プッチ。俺たちね、夜空に入らないぐらい。いや、でも俺青背景にしてるもん、半分。え、お前戻してもくれてないし、模様。え、戻しましたよ。ほら、13個余ってるでしょ。あ、違う、すいません、あの、またあの壁に直接書いちゃいました。なんでそんなことすんの？ずるじゃん。ねえ、それ次したらもう絶対許さないよ、マジでめんどくさいから。はい、はい、すいません。え、もう次それした瞬間、これ全部ガラスで埋まるからね。なんで？ガラス、前にガラス置いてもう掘れなくするからね、分かった。うっちー、怒られちゃったから。まあ、次の人が多分やってくれます。最悪、もう絶対に入りたくない。全部直すの私なんだよ。こいつムカつくから。痛い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 。青いのは戻した、ちゃんと。はい、戻しましたよ。はい、ぴったりです、さすが優等生。はい、ということで、今回飾る絵を発表します。え、はい、選ばれるんですか、ここから。お、あ、そうです、もう君ら二人は落選なので、この中から1個かな、1個選びます。1個じゃ本当はちょっと悲しいけど1個にします。はい、私が選んだのは、はい、お、でるる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 る。たまれよお前ら。で、プチプチは羊毛を盗んだんだな、返せ早く。え、盗んでないですよ。もう前回からお前盗んでるだろ、どうせ。え、本当に盗んでないです、本当に盗んでないです。じゃあなんでわざわざ壁から掘るの？いやー、なんか壁を見ながらどうやってやろうかなって考えてた、そのまんま直でやっちゃいました。じゃあもう分かった、次どっかの部屋の、もう誰でもいい、どっかの部屋の羊毛の数が1回でも合わなかった場合、絶対絶対にケーキを減らします。最悪だ。ブッチー、ブッチー、マジで来てください。やばいやばい、お前絶対に減らします。終了時完璧に全部ちゃんと青に戻した状態で、羊毛の数も完璧に揃った状態じゃない限りは絶対に減らします。わかりましたね。嘘だろう。了解です。はい、はい、では食堂に行きましょう。どう
頼むよブッチ、ケーキ減るのはマジ勘弁だって。俺でも多分バンクシーになれそうなんだ。壁見てたら壁にこう描きたくなっちゃう。うるせえよお前。壁に描いてこいお前。さあ食堂の時間ですが。が？はい。覚えてますか今朝のこと。今朝？なんだっけ今朝。1位には？あ、ケーキだ。そうですね。ということはもちろん2位にも3位にもそれ相応のものがあります。お、やったー。でも刑務作業でチャラになったかも。いや、なってはいないです。順位通りにちゃんと用意しました。やったー。で、まあ、先に説明すると1位がケーキで、2位はケーキよりも小さめのもの、3位はそれよりさらに小さいものって、こうだんだんサイズが下がっていきます。へ、はい、なんで上の人であればあるほど大きいものが食べれます。はいはい、やったぜ。では、あ、まだ入ってないよ、残念でした。あいつ人のものすぐ奪おうとするからな。そうだよ、お前。それ、ちなみに奪ってもケーキが減ります、今回。だってよ、気にしたか、お前。わかりましたか。はい。では、まず1位からいきましょうか、離れてください。よっしゃ、1位、よし。あ、もういいよ、減らすよ。あ、嘘です、嘘です、嘘です、2番です。はいはい。おい、下がってろ、グミンども。くそ。じゃあ、1位のプチプチくんには、じゃじゃん、イエーイ、ケーキだー、おっきいおっきいケーキのプレゼントでーす。やったぜ。では2位だ、まあ2位は私だったけど3位だったから、まあ君ですね。やったやったやった、お願いします。しんどうじくんにはケーキよりちょっとちっちゃいけど、じゃじゃん、おでかい、これはパンプキンパイ、やったー。そうです、パンプキンパイのプレゼントです。やった、ありがとうございます。イエーイ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 で、最下位だった葵さん。はい。君はみんなよりもちっちゃいものです。はい。あなたにあげるのはこれです。はい。ええー。いいんですか。だってサイズそれが一番ちっちゃいもん。イエーイ、いや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 、なんで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 、あれじゃねえかよ、あの大きい箱の方が良くなくて小さい箱の方がいいやつ。ずるくね。ずるくないよ、サイズって言ったもん私ね。じゃ、うん、一番ちっちゃいよね、うん、そうだよね。ちなみにエンチャントされてます、リンゴ。え、おいマジじゃん、あいつエンチャントリンゴじゃん。お前イエーイ。ということで、仲良くご飯を食べてください、外で。はい。はい、あと、あの、よく言い聞かしといてね、あの、壁に絵描かないでって。壁に絵描いちゃダメだよ、しんどうじくん。いや、俺じゃねえ、お前だろ、バンクシー。では、ゆっくりご飯を食べてください。はい。はい。はい。丸石、なかったね。なかったね。ね、丸石、なかった。全部シルバーフィッシュ。うん。困ったんだけど。であとお風呂場のところにあるけど、あれもだから丸石かどうかわからんってことよね。そうだね。あとあそこ、ロバ小屋の上、あっちの方にもあったな。まあ1個あったけど、でもあれ雲の上だったからね、あそこはね、ロバ小屋の中からはね取れなさそう。あの神のおっさんにさ、なんか脱獄のヒントとかさ、あいつなんか知ってんじゃね。確かに聞いてみる。うん、あいつ丸石の場所とか知ってそうじゃね。おー、確かに一旦聞いてみるか。うん、聞きに行こうぜ。まあでも分かんないけどね、同じこと喋るかもしれないけどね。あのドラクエ的な感じで、いつもの感じならね。トレーナーに会い、トレーナーじゃない、トレーターに。トレーナー、ポケモントレーナーか、お前ちげえ。トレーター、トレーター。とりあえず会いに行ってみるか。行ってみるか。じゃあ、あおいちゃん。え、あ、オッケーって理解してくれたよ。あおいちゃん、あおいちゃん、じゃあ頼む。じゃあお留守番お願いね。え、え、じゃないよ今だって、オッケーって言ってたじゃん。クレーターと、じゃあね、じゃあね、クレーターと話すときはみんなで行くって言ったじゃん。そんなこと言ってないよ。だって今回ほら刑務作業のあれしてくれてないじゃん、正座とかなんかさ、時間稼ぎ。確かに、じゃあいいよ、バイバイ。うん、ちょ、行ってくるよ、行こう、プチチクっとくわ。チクるなよ、もう絶対に。チクったら お前もあれだからな、連帯責任で減るぞ、ケーキ。行こう行こう、プチ、すごいすごいすごい。そこ気をつけてね、上登ったところ見えるから。ここが危ないよね、ここが危ないよね。こい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 、急ぎ急ぎ急ぎ。確か水路管理室だよね。旧水路管理室の方から行くんだよね。そう、そっち行こう、プチ。鍵入れて、プチ。オッケー、はい。あ、ごめん、真ん中、はい。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。よし、行こう行こう行こう。よしよし、オッケーオッケー、行くよし、行くよ。スクリスクリスク、行け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 、ゴー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 。でもあれ喋るかな。同じこと喋るんじゃない。だよね。あ、でもさ、ここのさ、水路にもなんかさ、なんかなかったっけ、丸石かなんか。なんだっけあれ、なんか分かれ道が何個かあって、丸石だったと思う。あ、苔むした丸石か。
あ、コケか。消えました。どうする？行ってみる？行った話聞こうよ、あのトレーターの。あ、じゃあ、あのトレーターのさ、あのおっさんがさ、なんか同じことをさ、喋る感じだったらさ、ちょ、ここ行ってみようぜ。オッケー。おい、泳げよ、お前。あ、でも、遅えって、お前。待って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 。おい。いて。あ、さ、この先もか。この先もか。あ、そう、何個かあるんよ。ここ、あ、ここはひび割れた。石天下か。そこはダメだ、行けない。こっちだ。ちょっとおっさんとこ行こう。気をつけろ、いるかもしんないから監修。急がないとね、ちょっと収容とまで距離がね。大丈夫？いない？監修いない？大丈夫多分。オッケー。おい、トレーター、なんか何かしらの情報持ってない？ちょっと聞いてみよう、こっち。いや、聞いてみるよ。はい。なんだ、また君たちか。え、会話変わってない？変わってるぞこいつ、違うこと喋ってる。ほんとやん、変わってんじゃん。まだ下界へ降りる方法を探してるのか。そうだよ、俺たち早くこの刑務所が脱獄したいんだよ。お前なんか知ってねえのか、情報。あるにはあるが。え、早く教えて。え、教えて。ただじゃ教えられないな、私に協力してくれるか。え、協力？なんだ急に。え、は、教えてよ。実は私はもう間もなく終身人間刑にされる。え、終身人間刑って人間にされるんだっけ。神の血を抜かれ下界送りにされるのだ。あ、そっか、終身人間刑って神の血を抜かれるやつだ。こいつ人間になっちまうんだもん。つまり下界へ送る方法があるということだ。あ、そうだ、こいつら神の血を抜かれて人間になってさ、人間の世界に送られるとか言ってたよね。え、じゃあそれ使えば戻れるんじゃね。噂によるとゲートのようなものから下界へ送られるらしい。ゲート？そっから下界へ行けるってこと？え、ゲートなんて見た？あったかな。神の血を抜かれてしまっては二度と神には戻れない。その前にゲートを通って神の力を持ったまま逃げたいと思っている。ああ、なるほど、神のまま逃げれば人間にならずに済むんだ。人間にされる前に逃げるってことか。私はゲートについて調べておくから、君たちはゲートを探してほしい。え、待って、え、俺たちが探すの？ゲートを。え、どこも見当ついてないんだけど。え、わかんねえよ。協力して脱獄をしようじゃないか。は？何こいつ言ってんの勝手に。話がいきなりすぎるぞ。え、わかんないよね、ゲートの場所とか。でもこいつに協力すれば脱獄できるってことかな。え、待って、戻るか、ちょっと戻るか。一旦戻って、会議しよう、会議。整理しよう。協力しようって言われたけどさ、ゲートの場所とかわかんなくね。え、全く見当もつかん。見たことない、そんなもん。え、どっかあったかな。え、てか、ゲートって、え、大きいのかな。え、見たことないよね。入り口のゲートしか見たことない。だよね。葵ちゃんにも協力するか相談しないとね。そうやな、2人で決めれることではない気がする。3人で決めよう。そうだね、葵ちゃんとこ戻ってさ、今ならしようよ。でもゲート使って出れんのかな本当に。でもゲート使えばさ、この刑務所から出れるってことなのかな。葵ちゃんどう、大丈夫？ん？うんじゃねえよ、おい、見とけよお前。見とけ。ここが危ねえ、ここが危ねえ。どこにいる監修？すぎ。ない。ない？あ、来た。やばい、急ぎ。やべ。どこから来て、どっから来てる？いや、でも今夜にしに行くんじゃないか。あ、監視。あ、じゃあもう来るじゃん。もう急ぎ、しんさん急げ。やばい。こっちから登るのか。あ、ごめん。来てみちゃった。待って、これ登れんのか。何してんの、遊んでんじゃねえよ、お前。ほら、ね、遊ばないじゃねえ、お前。何してんの、お前。あ、俺、お前、ふざけてんじゃねえぞ、お前。ちょっと太ったかもしれん、ちょっと。じゃあ、どうだったの？丸石の場所聞けた？え、すごいよ。トレーターの会話変わってた。おう。で、丸石は？いや、あいつ別のこと話し始めたよ。丸石のことじゃなくて。そう、丸石については教えてくれなかった。なんだよ、使えねえな。いや、けどすごいこと言ってたよね。え、何？なんかね、トレーターも終身人間刑されるんだって。え、神の血を抜かれて下界送りにされるらしいよ。そうそう、なんか追放されるんだって下界に。前トレーターの話聞きに行った時にさ、二度とこの地に帰ってこれないみたいなことさ言ってたじゃん。その終身人間刑になると言ってたわ。言ってたよね。うわ、え、あの時気づけてたってこと？ちゃんと話聞いてれば。そうだよ、だから下界へ送る方があるってことに気づけたってことだよ俺たち。そんな話してたっけ、あんま覚えてないや。え、だからちゃんと聞いとかないと。なんかあいつ結構重要なこと言ってるぞ。まあ、そのトレーターが言うにはゲート的なものがあるらしいよ。そう、なんかね、そう、ゲートがあるらしい、この刑務所に。見たことある？ゲート。え、ゲート？え、あれじゃないの、あそこの
違う。いやあれじゃないやつ。いやあれじゃないよ。そのゲートっていうのがその終身人間刑で使用されるものらしいんよ。うん。でそのゲートを通って、まあ、下界に今追放されるみたいな。そんなゲートがあるんだ。そう、その神の血を抜かれてね、神様じゃない状態になってなんか下界を送られるらしい。でトレーターはなんかその神の血を抜かれてない状態でゲートに入って下界逃げたいって言ってた。だ人間にされる前に行きたいってことよね、トレーターは。そう、神のまま。あー、そういうこと。だからあいつはだけに要は人間になりたくないってことでしょ。でもさ、なんで下界行かなくてもいいじゃん。天界じゃダメなの。なんかそのゲートについてトレーターが情報収集するから、俺たちはゲートを探せって。そしたらなんか脱獄に協力するよって。どこにあるか分かんないってこと。だってトレーターもその場所は分かんないらしいよ。ダメなの、アウたちだけでゲート見つけて出て。その人に協力する必要性ある。今葵ちゃん言ったじゃん、トレーターはさ、この刑務所から脱獄してさ、もう天界で暮らせばいいだけの話じゃん。でもそれができない、それができてないじゃん。要は出れてないじゃん、ここから。トレーターは神だったらとっとと脱獄すりゃいい話だもんな。そうだよね、だって昨日今日来た感じじゃなくない。あいつずっとあそこにいんのかな。じゃあ絶対そうだよ。でさ、まだあいつはこのゼウス刑務所にいるんでしょ。ってことはさ、神の力を持ってしてもさ出れないんじゃない、このゼウス刑務所って。じゃあ青たちも出れないじゃん。あいつが無理なら俺たちには無理だよ多分。絶対出れないよね、人間じゃ。そっか、協力した方がもしかしたら出れるかもしれないよねっていう話だよね。そうだね、トレーターでも脱獄できてないじゃん。だからさ、ゲートを使わないと俺たちもこの刑務所から脱獄できないんじゃない。じゃあ協力する以外出る方法ないんか。じゃあうわー、なんか信用なんかできなさそうな感じだけどね。でも協力するしかないか。まあでも今は一番その脱獄できそうな可能性がそこだから、協力しといた方がいいんじゃない。一応ゲート探すか。とりあえずゲートを探すことにしよう。俺たちが思った以上にさ、このゼウス刑務所やばいんだな。そう、展開にあるからな、そりゃ。なあなあな、今までの刑務所とちょっと違うよね。よしお前ら、はい、はーい。どうした。え、あの高輪ゲートウェイで降りたことありますかっていう話してました。はい、降りたことない。競馬場あるところ。そうです、競馬場だっけ、高輪ゲートウェイ。うん、そうですって、お前適当なこと言ったよね絶対。え、高輪ゲートウェイってなんか馬じゃないの。え、知らない。私もわかんない。ちげえよ、それ大井競馬場だよ。ご飯食べ終わった。あ、はい、食べられました。はい、食べられました。オッケー、じゃあ戻るよ。あ、もうほんと夜ですね。夜だ。あ、ショーン神道寺。はい。お前羊をさ、リードでくくってさ収納したって言ったよな。はい。8匹だよな。はい。だからリードは8本使ってて、はい、2本どっか行っちゃったって話だったよな。多分そうっすね。まあ、リードずっとつなげっぱかわいそうだからって思ってさ、まあ、全員のリード取ってやったんだよ。はい。これチェスト見てくんないか。これで一番下な。7。あれ1本、え1本ないからお前多分3本どっかやってるぞ。えお前よ。いやいや、だってさ引っかかるんすよオリンポスロード。これ誰ももう捕まってないよね。つながってないよね。ついてないっす。え、でも おかしくないじゃん。え、だって7個しかないのにどうやって8匹連れてきたの。お、いや、ここに縛り付けてたのがってことでしょ。そうなんだよ。ってことはこの中のどっかでなくしちゃったってことかな。か、あれですね、あの草で釣ってました、ずっとついてくるように。あー、じゃあそもそもついてない状態のやつが1匹いたかもしれない。そう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 。盗んだわけではないか。盗んだわけではないです。そうかそうかそうか、まあいい。そう、とりあえず3本減ってるぞっていう。あー、すいません、ちょっと見つけたら入れときます。もうねえよ。いや、もう見つかるわけないか。見つかるか、もうダメか。次羊やるやつ気をつけるよ、リードの数。いや、そんな神道寺さんみたいな大まぬけなことはしませんよ。黙れお前、バンクシーやらかしてるくせに。バンクシーは天才だ。違う、そういう問題じゃない。あ、ついておいで。いや、でも今日も疲れた。いや、疲れた、もう寝よう。そうだね、今日も寝よう。毎日お風呂だったらね、気持ちよく寝れるのにね。何？え、何ですか。いいよ、はい、どうぞ。え、あ、寒い、寒い。いや、待って、冷たい、冷たい、おい、やめろって。冷たい、冷たい。あー、よかった、お風呂気持ちよかったね。死にそう、死にそう、死にそう。でもお風呂じゃないからタオルとか何にもないよ。最悪だ。
まあ言ってくれ、また体臭くなったらいつでも入れてやるよ、亀池に。勘弁してください、もう冷たくて死にそうです。もうさあ寝るぞお前ら。はい、よし寝るか。じゃあ各自入れ。はい、はい、各自システムなんすね。めんどくさい、ついにめんどくさくなった。よし、よく入れたじゃん新藤寺、今回早いぞ入る。いや任せてください、もう慣れましたよ。もうこの刑務所何回目だと思ってるんですか。いつもゴミみたいな遅いからな、お前だけ。はい、2人はとっくに入ってるのに。あ、そうなんだ、もう全然見えなかった、こんな。私が話し出さないのあいつを待ってるから。あー、そうだったの。ということで今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日はですね、刑務作業がひどすぎたので次回からちゃんとやってください。はい、でさっきも言った通り、壁から掘ったりした場合もう確認が取れないから、だってお前がまだ持ってる可能性あるからな。よう、もう持ってないですって言うだけで確認は取れないので、次もしそんなことをしてあそこの数が合わなかった場合は容赦なく刑期を減らします。もちろん他の刑務作業も一緒です。なので刑務作業で使うものは絶対に盗んだり取ったり返し忘れたりなくしたりしないでください。わかりましたか。はい、わかりました。じゃあおやすみなさい。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 毎日暇な時間チェックしてるんで数の。はいはい、おやすみなさい。おやすみなさい。お前らさあ、この前青に散々注意して何やってんだよ。いやー監視やばいね、めっちゃ厳しいね。気をつけようねって言ったじゃん。ガチでやばいな。いやマジ壁じゃないとこに絵描くよ、そしたら。いやお前何回掘ってんねん、お前壁掘るなよ。分かったって。いやまあまあとりあえずさ、今日あったこと一旦整理しようよ。とりあえず今日はピッケル作って天文台の下の丸石掘ってみたけど全部シルバーフィッシュだった。天文台の地下水路の先が川で、その川の滝の上がパルテノンに行ける。そのパルテノンのところにあるあの丸石とひび割れたレンガがめっちゃ気になるよって話だよね。そうだから、もしパルテノンの方に行くとしたらあの川使えそうじゃない？あの滝。え、行けそう、登れそうだね。だよね。でトレーターと今回話して、まあ、要するに終身人間系で使われるゲートを使えば、まあ、下界行けるんじゃないかっていう話だよね。そうそうだよね。だからそのゲートを探そう、みんな協力しようぜ、トレーターに。まあ、ちょっとくまなく探してみるか。いいよね、あいつ信用するでいいよね。まあ、協力しよう。信用するっていうか一旦協力してみようぜ、うん、ね、うん、一旦協力してゲート探そう明日から。オッケー、そうしよう。じゃあみんな明日からゲート探そう。じゃあ寝よう、うん、みんな、おやすみ。おやすみおやすみ。